全戦全勝。メキシコが誇る最強チャンピオンのリカルド。自由奔放。波に乗ったら手をつけられないウォーリー。今回は、リカルドとウォーリーの意外な共通点と相違点を紹介します。全くタイプの違う二人に共通することは一体何？ウォーリーよりも自由だと自負する人は、高評価に向かってスライディングからのパンチ。おすすめのキャラやシーンをぜひ教えてくださいね。ウォーリーとリカルドの一番の共通点としては、お互いに野生を持っていることです。インドネシアの辺境の島で野生の猿たちと育ったウォーリーは、生存本能と状況適応力の塊です。高村のように有り余る野生を抑え込むのではなく、自然体のまま、持ち前の身体能力を最大限に発揮するんです。しかし、ここぞと判断した時の状況判断力や戦闘力は、さすがの一言。一方、敗北寸前まで追い込み、世界チャンピオンのボルグにも、全く引けを取りません。驚異的な負けず嫌いも、野生に関係しているかもですね。一方のリカルド・マルチネスは、もともと野生を持ち合わせていましたが、内に秘めた暴力性を抑えるために、技術や理論を磨きます。そのため、精密機械のような戦いを行ってきますが、一度その野生が発揮されると、誰にも止めることはできません。リカルドは、科学と暴力が融合した、縦線で見せたような本来の姿で戦うことを望んでいます。ただ、その熱い思いを受け止めてくれるボクサーはおらず、試合中に、だんだんと熱が冷めてしまいます。ローレベルの相手がいないことにも、苛立ちを感じてしまうようですね。リカルドと戦うため、WBC チャンピオンを返上してまで挑んだ、アメリカのビリー・マッカラムでさえ、彼を熱くさせることはできなかったようです。二人の類似点として、トレーナーの実力も挙げられます。ウォーリーのトレーナーであるミゲル・ゼールは、アメリカが誇る名伯楽。今まで、6人もの世界チャンピオンを育て上げ、彼に教えを請う選手は数えきれないようですね。彼が育てたブライアン・ホークは、高村に負けるまで、無敗のチャンピオンとして、ジュニアミドル級に君臨していました。選手を伸び伸びと育て、ボクシング理論を、ゆっくり身につけさせるスタイル。ミゲルならではの育て方は、誰にも真似はできないようです。一方、リカルドのトレーナーのビル・スチュワートも、ミゲルに負けず劣らずの名トレーナーです。リカルドの印象が大きいですが、実は、世界チャンピオンを7人も育てているんです。特に洞察力が優れており、相手のウィークポイントを見抜くのが得意です。リカルドとは、デビュー以来の付き合いで、リカルドの暴力性に科学を植え込んだのは彼なんです。マネージャーとしての実力も一流で、リカルドのブランドイメージを作ったのは彼でした。試合数は圧倒的にリカルドの方が多いんじゃ。って思った人、正解です。もちろん、リカルドの戦績の方が多いです。しかし、チャンピオンになる前のリカルドはどうでしょう。なんと、69戦のうち、防衛戦は15年以上でもたったの22回。もちろん一度も負けていないので、チャンピオンベルトは動いていません。ということは、チャンピオンになる前に47戦もしているんですね。一方のウォーリーですが、なんと3戦でフィリピンチャンピオン。一歩に負けてからも、試合ペースは減るどころか加速し続け、およそ3年で21戦21勝するほどの超ハイペース。試合経験を積むためとはいえ、この試合ペースはリカルドに匹敵するでしょう。ひょっとしたら、リカルドのトレーナーのビルも、同じことを考えていたかもしれないですね。ウォーリーもリカルドも、試合後のダメージがないのも、類似点の一つ。ほとんどの試合を干渉してしまうリカルドは、その完璧なテクニックと反射神経で、試合中に、相手の攻撃をほとんどもらいません。その華麗なディフェンスは、強盗技術のオンパレード。なんと、試合中にダウンをしたことがないんです。しかし、その伝説も線路によって崩されました。スパーリングとはいえ、初めてダウンを奪った線路。一躍メキシコ住人、そのニュースが広まりました。ウォーリーも相手からの攻撃を食らいません。3年ほどで21戦もの試合ができたのも、ダメージを受けてないから。ただ、
ウォーリーはディフェンステクニックというより、そのスピードと意外性。相手は、ウォーリーに触れることもできないんです。一歩戦でも、一歩が攻撃を当てられたのは、触れるような軽いパンチのみ。しかし、その攻撃が、ウォーリーの翼を奪ってしまいました。それでは、ウォーリーとリカルドの相違点も見てみましょう。お互いに天才ボクサーですが、その戦闘スタイルはまるで違います。スピード、テクニック、パワー、頭脳と、まさに一部の隙もないリカルド。ジャブを主体に攻撃を組み立てるオーソドックスなスタイルですが、その一つ一つの完成度がまるで違います。メキシカンボクサー特有の伸びる左ジャブは、なんと、ノーモーションで飛んでくるんです。分かっていても避けられないジャブは、破壊力も段違い。元世界チャンピオンのウィリー・マッカラムをなんとジャブだけで倒してしまいました。もちろん、リカルドの武器は左ジャブだけではありません。リカルドのフィニッシュブローは、コークスクリューブロー。一発で試合を決めるほどの破壊力を持ち、あの打点位置でさえ耐えきれずに倒されてしまいました。一方、ウォーリーの戦闘スタイルは、誰にも真似はできないでしょう。野生のサルスが凌駕する身体能力と、その驚異的な発想力は、ボクシングの範疇を超えています。リングを縦横無尽に飛び跳ね回り、コーナーワークで、相手の度肝を奪います。予想外の角度からの攻撃は、相手の隙も誘います。上空からの攻撃や、下からの攻撃、体を反らしながらの攻撃など、自由な発想で襲いかかってくるんです。さらにウォーリーは、相手の技を一度見ただけで、覚えてしまいます。フリッカージャブやスマッシュなど一歩のライバルたちの技を習得しました。リカルドとウォーリーは戦いに臨む姿勢もまるで違います。勝って当たり前と思われるリカルド、リカルドがどのような戦い方をしても観客が盛り上がることはありません。観客に戦いを楽しんでもらいたい、盛り上がってほしい。リカルドの思いは観客には届かず、彼の試合は常に孤独との戦いでした。一方、リカルドとの戦いを心待ちにしているウォーリーは早く戦いたくてたまりません。一歩に負けてからさらにボクシングが好きになった彼は、強い男と戦うのを喜びと感じているようです。リカルド戦の意気込みを、世界一楽しんで僕の勝ちと言ってのけました。リカルドとウォーリーの決戦は間近。一体どちらが勝つのでしょうか。